とつか警部シリーズ闇を引き継ぐ者、闇を引き継ぐ者は西村京太郎の推理小説。1998年に角川書店から刊行された。数年前、ジャッカルと名乗り予告状を出した上では各美しい女性をあらゆる手段で誘拐し、身の白金を受け取りながら、結果的に残殺するという悪行を繰り返した末、とつか警部に逮捕され、 すでに死刑宣告が出されていた一人の男に、初めての訪問者が現れた。弟と名乗る訪問者の男は、死刑囚の実の弟の運転免許を所持しており、それで監視の目を欺いてきたのだ。当然、死刑囚は相手にするつもりはなかったが、あなたのファンですという言葉とともに、その発言内容、これから毎月訪問するという言葉を放ったため、男に興味を覚える。以後、 男は数回訪問してきたが死刑が執行されたためそこで訪問は途切れる。その後警視庁捜査一課にジャッカルと名乗る者から挑戦状が届く。戸塚原らも懸命に捜査するがまんまと出し抜かれてしまう。さらにその後もう一度挑戦状が届く。戸塚原はマスコミを利用して犯人に高圧的な態度を取り、 キーワードから狙われる女性を調査した結果、ある若手女優が浮かび上がる。そして、その女優に、北条さない刑事をサブマネージャーとして護衛させるが、犯人は思いもよらない手段で女優を誘拐して逃走し、彼女も重傷を負ってしまう。その頃、とある雑誌に載せられたコメントに興味を感じた戸塚は、投稿者であるカメラマンのもとに向かう。その発言内容から、 三上刑事部長は、ジャッカルではないかと疑ったが、とつは、性格が違うと判断し、第三者的な扱いをする。さらに、もう一度、警察にチャンスを与えるという趣旨で挑戦状が届く。こちらも、捜査の結果、一人の女優が浮かび上がる。だが、条件に似た女優が、都合の良いことにもう一人存在した。とつは、犯人に悟られないため、 あえてもう一人の方に警備を強化し、事務所にも警告する。本命の女優には、同じく、北条さなえを、刑事という身分は伏せて、サブマネージャーとして護衛させる。茶髪にし、服装も派手にしたので気づかれないだろうと思っていたところ、出先でそのカメラマンが撮影を理由に同行してくる。そして、戸津川藩とジャッカルの最後の戦いが始まった。ありがとうございます。